追悼企画日本のロックそしてゴスペル2つの世界のパイオニア小坂中の人生。 放送直後にですね不法が入ってきました、はいはい、歌手でありそして牧師さんでもある小坂忠さんがガンとの闘病の末74歳で亡くなられたという、うん、非常に残念なニュースなんですけれども小坂忠さんって、はい、あの音楽ファンであったり音楽業界の中の人にとっては、はいはい、本当に知らない人はいないっていう超超超がもう何十個もつくくらいのレジェンド シンンガーーソングライターなんですよ、うんはい、ただいわゆるお茶の間レベルの大ヒット曲みたいなこれといったものがあるとはちょっと言い難いし、うん、そもそもキャリアの途中で牧師さんに転職してしまった人で、うん、ポピュラーミュージックのシーンからはちょっと長いことねこう姿を消していた人なので何というか彼の功績というか一体どういう点でレジェンドなのかっていう部分がいまいちねちゃんと伝わってないん かなってていいう気が個人的にはしているんですよ、はい、なので今日は追悼の気持ちを込めましてですね小坂忠さんの人生やその功績に迫りたいと思うんですが小坂忠さん1948年生まれですねいわゆる団塊の世代です、うん、なので彼が大学在学中というのはもう学生運動がもう非常に激しかった時代ですね。 ただ彼はですねあまり学生運動に興味を持てなかったもんで、うん、手持ちぶさたに麻雀やったりとかバンドやったりとかで過ごしてたみたいなんですけれども、えー、そのバンドでは主にストーンズなんかの洋楽カバーを好んでやっていたようなんですね、はい、でそんなある日ですねバンドメンバーがオーディションの話を持ってきます、はい、日本ミュージカラーっていうこれレコード会社というかねレコード あの生産する会社なんですけれども、うん、この日本ミュージカラーという会社がロックバンドのオーディションを開催すると当時、うん、あのグループサウンズなんかが流行ってましたのでそういうロックバンドをオーディションしますということでうん、うん、それを彼ら受けに行ったわけです小坂忠さんが学生時代やってたバンドがね。た、うん、ら驚くべきことに、はい、そのオーディションに参加したのがその忠さんのバンド1バンドだけだったというええこれつまりですね、はい まあいかに当時まだロックバンドっていうのが少なかったかってことですよねあんまりだから今みたいにみんな、うん、まあ今もそんなあれかもしれないバンドブームの頃とは違うけど、うん、それにしてもバンドやってる人間なんかが少なかったってことですよビートルズがデビューしてまだ数年くらいのそんな時代ですからね<ー>60年代半ばのね、うん、なので彼ら半ば不戦勝のような形でオーディションを、はい 勝ちましてだって一バンドしか参加しないんだからそ,、ね、そりゃ勝つわっていう。<laughs> いいでフローラルというバンド名でこの日本ミュージカラーという会社からデビューが決まります配給がコロンビアですね日本コロンビア、うん、これが1966年の話でございます、うん、でフローラルがこのデビューした日本ミュージカラーという会社なんですが実はね羽振りがいい会社でした。<う>なぜ羽振りが良かったかというと当時モンキーズというアメリカの人気バンドの ファンクラブののの日本支部を運営していたたがこの会社だったんですねでモンキースっていうのは当時ビートルズと人気をこう二分していたアイドルバンドですから、うん、会員の数が2万人くらいいたみたいでそれで相当儲かってたらしいんですよはい、はい、でその小坂中さん率いるフローラルというバンドもモンキースのファンクラブの会員が結成したバンドっていう設定にして、うん、アイドルっぽい衣装を着させてこうデビューをさせたというわけなんですね。 そのモンキースのファンクラブ2万人に向けてまずマーケティングをしたとうん、うん、ただ小坂中さんたちはロックをやりたいわけですから別にアイドルになりたいわけじゃないわけですね、うん、彼らとしては、うん、で当然これはうまくいきませんこの試みは、うん、でしかも当時ロックっていう音楽は音楽産業としては全くまだこの模索中の暗中模索状態のジャンルですから。うん 彼らがデビューして最初にやったことっていうのは演歌歌手の島倉千代子さんんの前座だったんですよ、えー、そのくらいなんかこうちょっと、えー、全然ロックっていうのがどういう音楽かっていうのがはっきりとしてなかった時代ですね、えー、であるいは職業作家さんが書いた曲を歌わされたりとかかなり歌謡曲のシステムの中での活動を強いられていたと。 そういうことで徐々にメンバー間でもこのままでいいのかと、ね、俺たちロ,ロックがやりたかったんじゃないのかっていうことでだんだんメンバー間もでもこの圧力が生まれて不仲になっていくわけなんですよ。あそこで,そ,うそ,うでそこでですねレコード会社とも話し合いましてちょっとこれはもうこのままではうまくいかないことが明白だからバンドを一新しようということになりましたはい、はい、小坂中さんを軸に新しいバンドメンバーを探し始めますが。 そんな折に偶然都内で開かれた学生さんのパーティーで小坂忠さん、ちょっと遊びに行くんですけれども、うん、このパーティーで出会ったのが細野晴臣、松本隆鈴木茂、そして林達夫というこれ、後にハッピーエンドやティンパンアレーを組むことになるメンバーですね。はい、彼らがたまたたままそのパーーティーにいたとで 学生のパーティー会場に当時曲がりなりにもプロの歌手である小坂中さん、うんそのね、日本コロンビアとこう日本ミュージカラーかなっていう会社からデビューしていた小坂中さんがその学生のパーティーに来たわけですから、うん、当時ミュージシャン志望の高校生や大学生だった細野晴臣さんたちも大興奮するわけです。うん、プロの歌手が来たたぞみたいなそれで 僕ら自分たちのオリジナル曲も書いてるんでちょっと一曲歌ってくださいよ小坂さんなんつって松本隆さんがあの歌詞をびっしり書き込んだ大学ノートを持ち歩いてたもんでこの中からじゃあちょっと一曲これ歌ってくださいって細野さんがまずこう見本で歌ってみせて,てこんなメロディーなんですけどってで小坂忠さんに歌ってもらうそうするとまあ プロの歌手ですから歌うまいうわやべえみたいな感じで超盛り上がるんですよその場で細野さんとか松本隆さんが。で小坂忠さんの方もちょっと年下だけどもこれはすごいいいセンスのミュージシャンたちを見つけたぞということで彼らを新しいバンドに誘うんですよ。 でなんせその所属レコード会社がね日本ミュージカラーってそのモンキースのファンクラブでかなり儲けてる会社だったんで、うん、給料がいいんですよ。すねうん、初任給の当時の大卒の初任給の2倍くらいの月給をもらっていたわけなんですね、うんうん、なので小坂中さんその給料袋を細野晴海さんの前にひらひらひらっとこう <laughs> ひらひらーって見せつけてですね「はい、俺のバンドに入ったらこのくらいのお給料が毎月入ってきますよどうだどうだ」みたいな文字通り札束でこの顔をひっぱたくみたいな方法で <laughs>、えー、バンドに誘いまして、はい、細野晴臣そして松本隆の2名が小坂中さんのバンドに加入することになるわけですね。こうして生まれたバンドが ともう日本語ロックの草分け的な伝説的なロックバンドなんですけれども、うん、彼らはとにかく毎晩ののように都内のディスコでで演奏すするんですね、うん、ただそういう仕事ってアーティスト活動っていうよりも営業仕事に近いというか、うん、要は酔っ払ったお客さんの踊りの BGM ダンスの BGM をひたすら 洋楽のこう大ヒット曲をカバーし続けるみたいな仕事ななんですよ、うん、なのでまあその鬱憤を晴らすかのように彼らは演奏の仕事が終わると松本隆さんの、ね、作詞家の松本隆さんの家に集まっていろんなレコード聴きながら、うん、いや日本語こういう日本語をこういう曲に載せたらいいんじゃないかみたいなことをこう構想を練るわけですね。うん、でこの日本語ロックの可能性を この大いに明け方深夜から明け方にかけて語らっていたというねそれで自分たちの日本語のオリジナル曲をもっと増やしていこうという水面下でそういう計画を練っていたわけなんですよ。ただ小坂中さん当時ですねあの演劇とかアートとか写真とかそういうことにも結構いろいろと興味を持っていてそのアングラな演劇の小劇場とかの世界にも顔を出しておりましてですね。中さん自身は まあ当時はねその日本語詞によるロックミュージックっていうのがまだ成立する前夜ですから小坂中さんとしては海外アーティストの,ねその歌であったりシャウトをそっくりそのままコピーすることが果たしてこれ表現活動と言えるのかと自分で自分のやってることに疑問を持ち始めちゃうわけですね。それでアングラ演劇の方の方世界にちちょっとと気持ちが傾くとなので 細野さんとか松本さんと日本語詞のロックを一緒にこう模索するよりも演劇で自分自身を表現する道を彼は選ぶんです。うん、でちょうどその頃ヘアーっていうブロードウェイのミュージカルの大ヒット作があってそれの日本語版をやろうってことで出演者を公募してたんですよ。<ー>で中さんはこのオーディションに参加します。そのの時に伴奏者としてて連れて行ったのが 同じババンンドメンバーの細野晴さんです、うん、彼にギターを弾いてもらって、うん、その伴奏に乗せて爆転しながら歌を歌うっていう、うん、そういう大道芸みたいなあの技を披露しましてこの「ヘアー」というミュージカルの、うん、役を見事勝ち取ります、うん、でミュージカルの道に小坂中さんじゃあ進んだのかなと思いきや、はいうん、このミュージカルに関わった関係者の多くが、うん、公演中にマリファナで捕まってしまいましてですね<ー>中止になってしまいました。 で小坂忠さんはどうやら始末書を書いただけで釈放されたらしいんですけれども、はい、ミュージカルは中止になってしまったじゃあこっから先どうしようかなと思ったその頃ですね、うん、以前この音楽コラムでもお話ししました日本のこのニューミュージックというか新しいロックミュージックに非常に大きな影響を与えたレコード会社。うん アルファミュージックはい、はい、この話しましたけれど、うん、アルファミュージックの創設者である村井邦彦さんという人が、はい、そのアルファミュージックアルファレコードを設立する直前にですね その日本コロンビアという、まあ、大手のメーカーの傘下で新しいロックレーベルを立ち上げたところだったんですちょうど <laughs> マッシュルームっていう名前のレーベルなんですけれども、まあ、アルファレーベルのアルファレコードの前身と言ってもいいかもしれないですね <laughs> ちょうどそれを立ち上げた頃だったでそのマッシュルームというレーベルの設立に関与したもう一人重要人物がおりまして西麻布のキャンティという。 イタリアンレストランのオーナーだった人川添松郎さんという人なんですよこの人はね、うん、名家のご子息で,で、ね、文化人として国内外のカルチャーのこのハブのような役割を果たしていた人なんですよ。はい、でこのそんな彼の川添さんのお店西麻部にあるキャンティというイタリアンレストランでは業界人や文化人が夜な夜な集まって、うん、もうファッション関係の人、うん、音楽関係の人テレビ関係の人とかね集まってこう集うサロンのようになっていたんですけれども。うん 実はこの人がそのマリファナでみんな捕まっちゃったヘアーというミュージカルのプロデューサーを務めていた人でもあるんですよ。うん、でその川添さんという人が村井邦彦さんと一緒にそのマッシュルームという新しいロックレーベルを立ち上げたところだったんで、うん、あじゃあちょうどそのミュージカルに出ていた小坂中ってシンガーもこのレーベルから出そうということで、うん、小坂中さんはソロアーティストとしてのデビューアルバムをリリースする運びとなったわけなんですね。うん、ただし 小坂中さん自分のやりたい音楽を理解してもらえるかどうかって非常に不安だったんです。<ー>なんてったって最初のデビューの時に演歌歌手の前座をやらされてるくらいですからなんかやっぱりレコード会社の人間にはロックは理解できないんじゃないかっていうトラウマがもうあるわけですよ。そこで彼どうしたかというと自分のアルバムを制作するにあたって昔毎晩ディスコで演奏を共にしたなじみのメンバーをもう一度 呼び寄せるんですそれが誰かというと、うん、細野春松本隆、うん、そして鈴木茂といった面々なんですね、はい、彼らは彼らで小坂忠さんがミュージカルに駆り出されてる間なんせ絶対の信頼を寄せる自分たちのボーカリストがいなくなっちゃいましたから、ね、ミュージカルに取られて、うん、自分たちが交互で歌を担当するという形で新たにロックバンドを組んで 活動し続けてましたそれがハッピーエンドなんですね、うん、そのハッピーエンドのサウンドを気に入っていた小坂中さんは彼らにバックを頼めば間違いなく自分のやりたいサウンドが実現できると、うん、そう踏んだわけですはい、はい、こうして出来上がったのが小坂中のソロシンガーとしてのデビュー作ありがとうというアルバムです今日アナログで持ってきてますけれども、はい、このアルバム実はですねデビュー前の新井由美さんのレコーディングデビュー作にもなってまして どういうことかっていうと、えー、ユーミンはさっき話に出た西麻布のキャンティーというイタリアンレストランの常連さんだったんです高校生にして、えー、そういう大人な場所に出入りしてたんですねすで,すねでオーナーの川添さんが面白い高校生がいるぞということで、うん、この荒井由美さんをレコーディングに連れてきて演奏させたと、うん、つまりこのアルバムで初めて細野晴臣率いるミュージシャンチームと、うん、デビュー前のユーミンと、うん、そして後にアルファミュージックを立ち上げることになる村井邦彦さんが一同に会した 記念すすべきアルバムなんですね<ー>これが後の荒井由実の「飛行機雲」につながり「うん、ティンパンアレイ」につながりそして「YMO」につながっていくという日本のロックの歴史にとって非常に重要なアルバムなのでその小坂中さんって日本語史のロックミュージックの,このそういうものが文化が花開いていく黎明期のシーンのど真ん中に存在していた、うん、なんか大きな支柱みたいな人なんですよ。うん、でそんな日本語の 日本語ロックの草分けである小坂中さんが一体なぜ牧師に転身しそして日本のゴスペルミュージックの第一人者になっていったのか、はい、ここからが本題なんですが、はい、今日のところはお時間でございます今日はですねシンガーソングライターとしてのソロデビューアルバム「このありがとう」から一曲お聴きいただきます荒井由美さんがピアノを弾いている曲でございます春じゃなかった冬春夏という曲です。 あのこれね曲もうこの数年1年後かな1年半後くらいにリリースされる「荒井由実の「飛行機雲」であったり「ハッピーエンド」の「風待ちロマン」そして細野晴臣の「細野ハウス」にもつながっていくようなサウンドっていうのがね感じていただけたんじゃないかなと思いますけれども、うん。